はい、今日は庭作業をやってるんですけどもね、衝撃的なことが今分かりました。あの裏庭でね、挿し木をしてる夏花がついてるあの木とね、全く同じ人から同じ時期に買ったやつなんですけど、全然ね、根っこが元からついてたのに芽が吹かないなって言って、おかしいなおかしいなって言ったんですけど、まあこういう風に袋かけてない状態だったんで、やっぱ乾燥してるのかなと思って、こうやってねビニール袋をかけて、まあ、洗濯バサミでね止めてたんですよ。そしたらね、あの芽がね膨らんできたんで、あ、ちょっとだけどね緑色になってきたなって思って、今日はねちょっと庭作業なんでどうかなと思ってね袋を開けたんですけど、なんか芽の向きがこう生えてるんですよ。逆じゃないこれ、上下逆じゃないこれっていうことになりまして、多分根っこ入ったのはもうこの下に埋まってる部分なんですけど、多分大きい木だったがために地に接してて発根しちゃったんでしょうね。それを私が下の根っこだと勘違いして、というかそうも見えますけど、逆に植えてしまった説なので、近々この下を、まあ上にして、上を下に、まあ逆さにね植え直しをしようと思います。見えるかな？ね、どう見ても、逆に向かってるでしょう。